いや何が面白いのって なるでしょうけど、おもろいっすね。いやーすごい、ほんといい切り味っすね、うん、これさ、うまい人はなんかさっ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 てやるんだよね、うん、あ、なんなんだろうね。ほらほら、これカンナみたいな、うわ、ほら、ほんとだ、うわ、かっこいい。いや、何がかっこいいな。ほらほらほら、これぐらいの薄さでやんなきゃいけないんだろうね。なんか、わからんか、わからんけど。いや、よう燃えそうっすね。もう火ボーボーついてますけど、うん、どっちしろこれ何入れたって燃えるよ、これ生木でも燃えるよ今、これこれぶち込んだら大体いらないものもらうじゃん、誕生日プレゼントっているからね、これちょうど欲しかったな。さあ、これやっぱさ、俺もらうばっかじゃあれだからさ、人の誕生日だったら、いや、それは気にしないで、今そのヒロシさんがまあ出してもらったりとかしてるんで、それでみんなで出してるだけのことなんで。でもそういうわけにはいかないよね。いや、それになりだすともうめんどくさいでしょ、だってめんどくさいのは嫌なんで。何を買っていいかわからんくなるなと思ってさ。いいっすよ別に。いや、でもいいっすよって、自分だったらじゃあどうするよって話やん。島田君もあったらさ、みんなが、そうでしょ、わかりますでしょいや、そうですけど、わかるけど、なんも思われないとは思うけどさ、うん、そうなんか言っちゃえばいいじゃないですか、俺もうめんどくさいから、うん、いいって。いや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 誕生日プレゼントもらったけど、ちょっとみんなに一個一個渡していくのはめんどくさいからいいって言っちゃえばいいんじゃないですか。俺はそういうタイプの人間にはなれないんだよな。いや、めっちゃいいっすね、フェザーかっこいいな、これうわこれ、ね、うわいいな、めっちゃ光ってるな、いいしょ、ね、あとひろしさんいつも、うん、こっち側が上になって写真撮ってるでしょ。こっちが上の方がかっこよくないですか。ちょっと待ってよ、俺こっちが上にしてない。え、この間あのドッペルギャンガーがなんかあのコットかなんかに乗っけてる時、あ、そうやったっけ、うん、いや、こっちのつもりだった俺。あ、本当ですか、うん、いや、これよりもこっちがかっこいいっていう感覚あるよ、俺も絵が見えるし、うん、いや、感覚あるよ。本当ですか、うん、これがいいと思ってたまたまだ、なんかそっち側の方がかっこいいと思ってるのかなと思って、じゃあこっちの方がかっこいいと思ってる。でも、ひろしさんなんか逆な気がする。いやいや、そのセンスはある、俺も。本当ですか、うん、それぐらいのセンスはある。はい、すいません、うん、いくらか調べたんですか。2万いくらでしょ。いや、調べんなよ。いやいやいや、このナイフのことをさ、知りたいから。そしたらさ、値段が出てきちゃったのよ。本当はそっち側を気にしたんじゃないですか。いやいや、値段は俺気にしないよ、あんまり。気持ちが嬉しいんだから。で、またそれこそツイッターでさ、はい、キャンプ王子と申しますという人がいてさ、うん、熊本か、うん、九州の人が、うん、キャンプ好きな人が、その人が、あ、お、これはディリガルガルですねみたいなさ書いてるから、わ、知ってんだと思ってだからこれの、なんやったヘレっていうナイフの中でもいろんな種類があるわけ、うん、ありますね。で、これディリガルガルっていう名前、要はここのとこも芯までここまで入ってるやつを探してたんですよ。あ、ヘレのナイフ全部これじゃないんだ。確か違ったと思います。とこれ一本一本手作りなんだね、職人のね。あ、そうなんですか。うん、その工場の様子、作ってる様子とか外人がずっと作ってたよ、これ。トイレ、いい外人がこれ。いや、どこが面白いのか分かんないっすわ。それが俺が持ってんだ。俺持ってんだなと思ってさ。ディディガルガルでしょ、飛べますね。よいしょ。